頂上の本陣まで一気に抜かれるぞ。来るぞ、準備しろ。その頃、中央の戦いでは凛子の死により指物義国軍も一兵たりとも義国軍の兵を本陣の丘に登らせてはならない。蒙恬、お前も本陣に？凛子を討ち取ったと聞いたから、ひょっとしたらお前がこの戦一番の武功を挙げたかもな。俺らの大将のところへ。ああ、奴らがわしらに集中し続けているということは、いかん、来るぞ。わしは引かぬ。迎撃だ。何としても、何としても連覇を止めろ。来たぞ。弓を射ろ。もう5名、焦り始めたと見えまする。ついに、ついに連覇が来た。つまらん、やはりこんな戦では燃え上がらんの。勝負はまだこれからじゃ。随分と久しぶりじゃのう、蒙古。何せ旗色が悪くなるとすぐに逃げ出しおったからの。最後まで情けなく逃げ回った方がうぬらしかったのではないか。語らいたいと思うてのう。何？は、始まるのか。とうとう連覇の一騎打ちが。面白い。避けた分浅かったが、一つも惜しくないわ。今のわしの武器は心じゃ。ああ正直、運命のいたずらに目の前が暗くなったわい。ある若者がわしにこんなことを言ったのじゃ。若さとはなんと眩しき炎かな。今、ふぅ！何？ねえ、こやつ。しかし、本陣までの道に守備が全くいない。出たぞ本陣。一体どうなって。すごい。重いのだ。蒙古様はもともと秦国随一の怪力無双。お主の火も消えたのじゃ。六大将軍が去りし時、火の消えたわしにうぬの40年の思いをぶつけるじゃと。熱き者が亡くなったとはいえ、電蛇を出して情報を集めろ。今すぐにだ。はっ、電蛇を呼べ。
大木将軍と同じように、ただそこにいるだけですげえ威圧を感じる。ものすげえ重圧感だ。狙いは王翦と歓喜じゃった。ふっふ、嘘つけ。連覇、お主が出てきた理由、それは1年前のほぼ無名の李牧と宝剣に敗れた王騎は、それが許せぬのであろう。連覇復帰後わずか一戦でな。ふざけたこと言ってんじゃねえ。名乗る名は持ってる。リンコをこの手で討ち取った戦隊の戦だ。だからって引けるかよ。し、何を。止めたじゃと。なんじゃこの剣は。何をしている。いい加減にせぬか。知ったことか。死ん。待て連覇、そのものは王騎の最後に居合わせ。小僧、正直に答えよ。王騎の死に際は。どっちでもねえ、堂々たる英雄の姿そのものだった。間違いなく新しい戦いを見出したからのはず。まったく、どいつもこいつも。連覇、六代将軍亡き今、お主の相手はもはや、それは大将軍連覇の矛を置く最終戦とすることじゃ。何をもたついておられるのですか、殿。やかましい。